今日はちょっとメイクしてるよ。やっほー。今日はですね、ゲストちゃんが来ております。こちら待ってね。にゃんちゃんでーす。にゃん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 ちゃんでーす。まさか今配信に出てるとは思わないよね。にゃんちゃんです。加納英子さんのゲーム実況今日配信かと思った。それはやばい。にゃんちゃんがね、今ここに。かわいいでしょ。ねにゃんちゃん。嫌がってる。嫌がってたよね。ごめんね。眠たいよね。寝なさい。これはね、あれです。モスです。あ、オスです。ごめん、なんかさっきモスを見たから混ざっちゃった。にゃこさん、ありがとうございます。寝なさい、もうダメよ。なんかさっきね、インスタのストーリー見てくださった方は分かると思うんですけど、ゲーム実況者、ゲーム実況をね最近見てるんですよ。最近ね、ゲーム実況を見ちゃって、あの何ですかね、あのまあ、ゲーム実況って言っても、まあ、ゲーム実況をちょっとなんか見たい時があって、まあ、ゲーム実況って調べたりしたら、まあ、いろんな方が出てくるんですけど、いや、ゲームが好きっていうか、その実況を見るのが好き。なんか知らないゲームでも全然見る、ゲーム実況。で、私がやっぱり好きなゲーム実況者さんは加納英子さん。なんかあとジュキアさんっていう方も面白いし、キヨさんとかね、玉木さん、ありがとうございます。いや、あのね、私すごい見てて、あ、リッセンのねゲーム実況も見たことありますよ、ツイッターで。どう、あ、動物の森とかもやってますよね。あとなんか誰かに好かれるゲームみたいなやってなかった、あれ、なんか名前が分かんないからさ。影響されてピーナちゃんの喋り方が加納英子さんに似てくる。それはないな。
ゲーム実況面白くて、私最近はやっぱり狩野英孝さんめちゃくちゃ見る。デッドバイダイ、デッドバイデイ、なんとかみたいなゲームあるじゃないですか。あれな、あとスパイダーマンとかの実況もされてて、あとはなんか VR をつけて、そのなんかお化け屋敷、なんだろうな、お化けのなんかゲームみたいなやってたり。ショート音符ありがとうございます。いや本当にそのなんだろうな、リアクションが面白いし、コメントが面白い。だからぜひ皆さん、調べてみてください。 YouTube ですぐ出てくると思うの。本当に面白い。皆さんの好きなゲーム実況者さんは、まあ、さっきインスタで答えてくださった方もいると思うんですけどね。あららら、かわいい子ですね。あら、かわいい子ですね、あなた。まさか。あらら、目がでかくてどうしたことですかね。本当にね、世界で一匹ですもんね。かわいいですね。ダルビッシュ、どういうことですか。ダルビッシュさんがやってるの。うどん、うどんこ、うどん高輝度、高輝度、ポケモンの対戦実況みたいな。おー楽しそう。ゆきさんハートありがとうございます。なんかこのね、ゲーム実況さんの話もなんかメイクさん、メールに書いたってなんと教えちゃったんですけど、ヘアメイクさんとゲーム実況の話をしてて、私は狩野英孝さんさっき見てるんですよって言ったら、あ、知ってる、私も見てるって言って、そこで話がね盛り上がりまして。いや本当に、クジラさんありがとうございます。あと狩野英孝さんと誰だ、なんか香水って今ちょっと流行ってるじゃないですか。で香水をなんか替え歌じゃないわ、普通に歌ってるんですけど、なんか歌ってるやつがね、なんか面白いやつがあったんだけど、何だったっけな、ね、にゃんちゃん降りないの。かなえこさんとあと誰か、ちょっとあんまなんか香水っていう曲を歌ってるのが面白かった。いやゲーム実況はしてみたいとは思わないかな、下手くそなんで喋るの。ほらお布団でも噛んどきなさい。ほらにゃんちゃんおいで。金井川さんと関わりかねえんで、あ、そうそうそう、お二方のやつ。ドボンの実況と、すごい。してみたいとは思わないな。なんか喋りが下手くそだから。なんかまあでも見るとしたらホラーゲームのが好きかな。ホラーゲームの実況が好き。これさ毎日やってるよね。ウケる。ホラーゲーム好き。やるのは好きじゃない、見るのは好き、その実況をね。
マリオとかの、あーマリカ、それも面白いわ。今日はマリオブラザーズが発売された日だって。え、発売されたの今日から。おめでたいね、ありがとう。にゃんちゃんがね今つまんなそう。あ、そんなことなかったの、目が合っちゃった。にゃんにゃんって言ったらね、多分自分の名前がにゃんだと思ってるから。にゃんにゃんちゃん立ち上がった。あ、こっち見てる。後ろ行った。でも弟はねミラって言うんですよね。なんでミラって。にゃんちゃん暇なのドボンしたら。確かに。あ、なんかなんでミラか聞いたんだ、そういえば。家族で呼ぶ名前違うと困るよ。みんな違うからね。にゃんが多いんだけど、あのお兄ちゃんとゆ、あ、お兄ちゃんと弟はあのミラって言うんですよ。でお姉ちゃんだけ、あ、うん、泣き始めちゃった。でお姉ちゃんだけなんかちょっとあのいいですかね、お姉ちゃんだけ呼び方がおかしいんですよ。なんかこれあんまあのちょっとねおかしいって思えるからあんま言いたくないんですけど、本当にやばいの呼び方が。なんだっていうの、本当に何個もあって、この日はなんかなんだ、まあいろんな名前言ってて、なんだな、なんだってってのチャップリンとか言うな。チャップリンって何。チャップリンって呼ぶときもあるし、あとニャンコロモチとか言ってんの。ニャンコロモチ。チャップリン知らないの。え、何チャップリンって。え、何チャップリンって知ってんのみんな。にゃんころもちとか言ってんの。やばくない。なんか時にはにゃんころもちとか言うし、時にはチャップリンとか言うし。ほんと面白いよ。お姉ちゃんなんかそんな感じ呼んでる。もう犬が大好きなんですよ。とんでもないく大好きで、もうずっと一緒にいるもん。犬バカとバカ犬って感じです。本当にチャプリンは有名。本当に知らなかった。まだ16歳。そうですよ、もう17になるのかな、あと2ヶ月で。やばいよねチャプリンと。にゃんころもち他にもねもっとあるんだよ。おい静香さんがヒエナのロマンスかファラ、そうパラダイス持ってる。知ってないと。え、なんでなんでみんな知ってんの。あとねなんか他にもあったんだよ名前が。なんだったっけな。まあニャンタとかニャンタとか、まあいろいろ呼んでます。今日ドボンする。何降りたいの。下行く、下
行く？あ、下行くって言ったら騒いだ。あ、騒いだ。言葉が分かるのかな？すごくない？下行く？下行く？あら、下行くって言ったら上行く？上行く？下行く？下行くか？下行く？おお。おお。つねってない、つねってない。そんなひどいことしないから、うち。下行く？下行く？ほら。ということで、ランキング読みたいと思います。13位、めこぶちゃっとまくなとりのさん、ありがとうございます。12位、プチンさん、ありがとうございます。11位、ドラネコさん、ありがとうございます。10位、ミネイマツさん、ありがとうございます。9位、ミシスさん、ありがとうございます。8位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。7位、ラブユーアイさん、ありがとうございます。6位、香港のあるマットマーク、チューメイトシさん、ありがとうございます。5位、ユキさん、ありがとうございます。4位、クジーラさん、ありがとうございます。3位、香港ヘイでアットマーク、ひなこちゃん、今日はたくさん笑顔でいること、さん、ありがとうございます。2位は、セイリー8号アットマーク、ナナレンジャーさん、ありがとうございます。1位は、ニャークさんでした。ニャークさん、ありがとうございます。尻尾踏んでる。踏んでないよね。そんなひどいことしないよ。ということで、ちょっとね、今日はニャンちゃんがちょっとワンワンとちょっとうるさくて申し訳ないです。それでは、また明日ね、あとでね。